はい、老眼戦士コラノです。今年もあと少しということで、今回は2017年に私コラノ号が制作しました模型の完成品ご紹介。総集編ですね。こちらの方をお届けしたいと思います。平日はサラリーマンしてまして、模型は土日中心にやってます。ただ、家族がいるときはエアブラシがなかなか使えないので、筆塗りが多くなってます。模型の種類も、ガンプラも少しやりましたが、戦車模型ですね。特に35分の1をいくつか制作しました。個人的にかなり仕上がりがうまくいった模型も数台あったかなと思ってます。全部で11個制作したんですけど、まだ年内にですね、完成してない模型、作りかけの模型が4つぐらいありまして、ついついいろんな模型を同時並行で作りながらやってるという状況です。来年はもう少し模型の制作するスピードを上げていきたいなと思ってます。ということで、この後は完成品模型のご紹介になります。手抜き模型のバージョンも結構あるんですけど、それなりに時間かけてやったものもあってですね。テキスト表示で左上とか左下に総制作時間とか、模型制作の時のポイントを一応書いてますんで、ご参考にしていただければと思います。はい。では、よろしくお願いいたします。